和歌山毒物カレー事件とは、1998年7月25日夕方に、和歌山県和歌山市総延で発生した、毒物混入、無差別大量殺傷事件である。地区で行われた夏祭りにおいて提供された、カレーライスに毒物が混入され、カレーを食べた67人が、急性ヒ素中毒になり、うち4人が死亡した。和歌山カレー事件とも呼ばれる。 主婦の林正美が被疑者として逮捕、被告人として起訴され、殺人、殺人未遂、詐欺の罪に問われた。林は無罪を訴えたが、第一審で死刑判決を受け、控訴、上告も帰却されたため、2009年5月19日に最高裁判所で死刑が確定した。2020年9月27日時点で、林正美は死刑囚として、 大阪拘置所に収監されている。地域の夏祭りでの毒物混入事件であり、不特定多数の住民らを殺傷するという残忍性、当初の集団食中毒から生産化合物混入、基礎混入と原因の見立てや報道が2点、3点したこと、住民らの疑心暗鬼や犯人に関する密告合戦、さらには住民の数を上回るマスメディア関係者が2ヶ月、 以上も居座り続けるという異常な報道体制などが連日伝えられた。事件現場周辺の航空写真。オレンジ枠で囲われた場所が事件現場の空き地。水色の院はカレーが調理されていたガレージの箇所。赤枠で囲った場所は林真澄の家の跡地。朝日新聞を参考に作成。1998年7月25日。 和歌山市その部地区の新興住宅地にある自治会が主催した夏祭りで提供されたカレーライスを食べた未成年者30人を含む合計67人が腹痛や吐き気などを訴えて病院に搬送された。異変に気づいた者がカレーストップと祭りのスタッフにそのカレーライスを出すのを直ちに止める陽明治一連の応答がカレーによるものと発覚した。 中毒症状を起こした被害者67人のうち、その部第14自治会の自治会長男性 A 及び副会長男性 B 和歌山市立友好小学校4年生の男子児童 C と市立開地高校1年の女子生徒 D の計4人が死亡した。被害者は会場で食べたものや自宅に持ち帰って食べたものなどで嘔吐した場所も様々だったという。 和歌山県警察及び和歌山市保健所は事件発生当初集団食中毒を疑っていたが和歌山県警科学捜査研究所が被害者の土砂物や容器に残っていたカレーを検査したところ生産化合物の反応が検出された。和歌山県警捜査一家は何者かが毒物を混入した無差別殺人事件の疑いが強いと断定し 和歌山東警察署に捜査本部を設置した。毒物については当初、死亡した実地会長への遺体を和歌山県立医科大学において司法解剖した結果、心臓の血液や胃の内容物から生産化合物が検出されたため、死因を生産化合物中毒と判断。また、事件発生直後の鑑定では、生産化合物を使った農薬などの二次製品に、 含まれる他の物質は検出されなかったため、県警は混入された毒物を純粋な生産化合物に絞り、県外も含めて盗難、紛失事件がなかったか否かを捜査していた一方、ヒ素など他の毒物の検査は行っていなかった。しかし、A 以外の死者3人の遺体からは生産化合物は検出されなかった一方、A の胃の内容物や B の吐砂物、C の食べ残し、 カレーからそれぞれヒ素が検出され、8月2日には捜査本部が食べ残しのカレーからヒ素が検出されたと発表。同月6日には混入されたヒ素はアヒ酸またはその化合物と発表された。これを受け捜査本部から死因はヒ素中毒だった疑いがあると報告を受けた警察庁科学警察研究所が新たに鑑定を実施した結果、 四人の心臓及び自治会長以外の三人の心臓から採取した血液からそれぞれヒ素が検出された。これを受け捜査本部は10月5日四人の死因を当初の生産中毒からヒ素中毒に変更した。毒物学の専門家である山内博史によると厚生省からの要請で山内が和歌山市中央保健所へ向かったのは中毒発生9日目で、 山内が患者の尿を検査して、急性皮素中毒であると正式に確定したのは、中毒発生10日目だった。原因解明までの10日間、被害者に対して、急性皮素中毒に有効な治療薬、バルの投与は行われず、対象療法のみであった。産内によると、急性皮素中毒の原因は、カレールーを作る鍋に混入された酸酸化皮素であった。酸酸化疾素は、 無味無臭で刺激性がない毒物である。鍋に投入された酸酸化ヒ素の結晶は大部分が溶解し、カレールーに含有していたヒ素は約 6mgg g と極めて高濃度であった。酸酸化素の致死量は成人でおよそ 300mg とされるので、わずか 50g のカレールーを口にしただけで致死量に達する計算になる。 被害者のヒ素摂取量は、重症者では 200mg 以上のヒ素摂取者が確認され、軽症者では 20mg から 30mg であった。1998年10月4日、知人男性に対する殺人未遂と保険金詐欺の容疑で、元保険外公員で主婦の林雅美が別の詐欺及び同未遂容疑をかけられた元白あり助業者の夫、林健二と共に、 和歌山県警、捜査一課、和歌山東警察署による捜査本部に逮捕され、二人とも同月25日に和歌山地方検察庁から起訴された。10月26日には、マスミが別の殺人未遂及び詐欺容疑で、検事もマスミと同じ詐欺容疑で、それぞれ再逮捕され、11月17日に追起訴された。11月18日、マスミは、 ケンジラに対する殺人未遂容疑などで、ケンジも詐欺容疑で再逮捕され、12月9日には、マスミとケンジがそれぞれ詐欺罪で起訴されたほか、マスミはケンジラを被害者とする殺人未遂罪でも追起訴された。さらに12月9日には、カレーの鍋にアヒサムを混入した殺人と、殺人未遂の容疑で、マスミが再逮捕された。 同年末の12月29日に、マスミは和歌山地検により、殺人と殺人未遂の罪で和歌山地方裁判所へ起訴された。当局がマスミを、カレー毒物混入事件の犯人と断定した理由は、カレーに混入されたものと蘇生上の特徴を同じくするアヒさんが、マスミの自宅等から発見された。マスミの頭髪からも高濃度のヒ素が検出され、 その付着状況からアヒ等を取り扱っていたと推認できる。夏祭り当日、マスミの実が蒸気カレーの入った鍋にアヒサを密かに混入する機会を有しており、その際、マスミが調理済みのカレーの入った鍋の蓋を開けるなどの不審な挙動をしていたことも目撃されていることによる。さらにマスミはカレー毒物混入事件発生の約1年半以内という、 近接した時期に保険金取得目的で1997年2月6日から翌1998年3月28日まで合計4回にわたり人の食べ物に必須を混入したがどれもカレー事件前には発覚せずまんまと保険金をせしめることに成功した当局はマスミがカレー毒物混入事件に先立ち長年にわたり保険金詐欺にかかる 殺人未遂等の各犯行にも及んでいたのであって、その犯罪成功は根深いものと断ぜざるを得ないと考えた。林は容疑を全面否認したまま裁判へと臨み、1999年5月13日に和歌山地方裁判所で開かれた第一審の初公判では、5220人の傍聴希望者が、傍聴券抽選会場の和歌山城佐野丸広場に集まった。 これは、オウム真理教事件の朝原昭子覚醒剤取締法違反の酒井の子に次ぎ、犯行前に無名だった人物としては最多である。裁判で、和歌山地検が提出した証拠は、約1700点。一審の改定数は95回、約3年7ヶ月に及んだ。2002年12月11日に開かれた第一審、判決公判で、和歌山地裁は、被告人、 林の殺意と、秘書混入を認めた上で、4人もの命が奪われた、結果はあまりにも重大で、遺族の悲痛なまでの叫びを胸に刻むべきだと断罪し、検察側の求刑通り被告人、林に死刑判決を言い渡した。被告人、林は判決を不服として、同日中に大阪高等裁判所へ控訴。同月26日、身柄を、 丸の内高知市所から大阪高知署へ移送された。一方、保険金詐欺事件3件の共犯として、詐欺罪で起訴された検事は、2000年10月20日に、和歌山地裁で、懲役6年の実刑判決を言い渡された。判決は、マスミの中心的役割を認めながらも、検事も保険金を支払わせる目的で、大きな役割を果たしたと認定した。和歌山地検、 検事ともに控訴期限までに控訴せず、懲役6年が確定。市が刑務所に服役したが、2005年6月7日に、刑期を満了し、出所した。大阪高裁での控訴審初公判は2004年4月20日に、開かれ、決審まで12回を要した。2005年6月28日の控訴審、判決公判で、 大阪高裁第4刑事部は、加齢事件の犯人であることに、疑いの余地はないとして、第1審の死刑判決を指示し、被告人、林側の控訴を棄却する判決を言い渡した。被告人、林は、判決を不服として同日付で最高裁判所へ、上告した。直接証拠もなく、自白もなく、目否権を行使し、動機の解明もできていない状況の中、 弁護側が地域住民に対して無差別殺人を行う動機は全くないと主張したのに対し、最高裁第3小法廷は2009年4月21日の判決で動機が解明されていないことは被告人が犯人であるとの認定を左右するものではないと述べ、動機を解明することにこだわる必要がないという姿勢を示した上で、 鑑定結果や状況証拠から被告人が犯人であることは証明されたと述べ、林側の上告を棄却する判決を言い渡した。被告人、林は2009年4月30日付で死刑判決の破棄を求めて最高裁、第3章法廷に判決の訂正を申し立てたが、申し立ては、同小法廷の2009年5月18日付決定で棄却され、 翌日付で林の死刑が確定。これにより林は戦後日本では11人目の女性死刑囚となり、同年6月3日以降は死刑確定者処遇に切り替わった。死刑囚、林は2020年9月27日時点で死刑囚として大阪高知署に収監されている一方、2009年7月22日付で和歌山地裁に再審を請求した。 第一次再審請求は、和歌山地裁の2017年3月29日付決定により、棄却され、これを不服とした林は2017年4月3日までに、大阪高裁に即時抗告した。しかし、大阪高裁第四刑事部は2020年3月24日付で、死刑囚、 林の即時広告を帰却する決定を出したため、林はこれを不服として、同年4月8日付で最高裁に特別広告を行ったが、公日の第二次最新請求に一本化するため、2021年6月20日付で、特別広告は取り下げられ、第一次最新請求は帰却決定が確定した。一方、特別広告取り下げ前の2021年5月には、事件は、 第三者による犯行として、和歌山地裁に第二次再審請求を行い、同月31日付で受理された。2020年の大阪高裁決定を不服として、最高裁に特別広告中であったが、2021年5月31日付で、林は生田照夫弁護士を代理人として、和歌山地裁へ第二次再審請求を行っている。申し立て書きでは、 供述調書の中で示された被害者資料、鑑定結果表では、生産化合物とヒ素の両方が67人の被害者全員の体内に含まれているという鑑定結果が出ており、生産化合物が入っていたのなら、犯行に及んだのは、林死刑囚以外の第三者となり、林は無罪だとしている。幾多によれば、林雅美からの依頼を受け、 2020年9月に面会して引き受け、2021年6月までに20回近く面会を重ねたが、林はオリンピックが終わると死刑が執行されると怯えているという。これに伴い、最高裁への特別広告は2021年6月20日に取り下げた。このため再審開始を認めなかった和歌山地裁の決定が確定した。第一審において、 被告人が完全黙秘を貫いたことに対してメディアが批判的な報道を行ったため、和歌山地方裁判所の判決文において黙秘権の意義に関し、もっぱらメディア向けと見られる一般的な判事がなされるなど刑事裁判のあり方の点から見ても得意な事件となった。裁判では被告人が事件について語りテレビで放送されたビデオ映像の証拠採用についても 争点となった。これは、事案の重大性の中で目標を続ける被告人の事件に関する言葉が得られない中で、テレビ局の取材に対して、被告人が事件に関するインタビューに応じているという事情があったため、真実解明という点で検察がテレビ局の被告人に対するインタビュー映像の証拠申請をしていた。それに対し、報道機関は、 ビデオ映像を証拠採用されることは取材方法に対する権力の介入として反発し、弁護側も誘導による不正確な発言及び意図的な編集の可能性から証拠採用に反対した。裁判所は数少ない被告人の事件に関する証言として民法4社6番組から収録されたインタビュー映像契約13分間分を 言動が趣旨をことにすることなく再現されているとして、供述録手書として採用した。また裁判所は、報道機関が報道し、国民の多くが知っている情報を、なぜ真実の追求を目的とする、刑事裁判で証拠としてはならないのか、理解に苦しむと判決文で述べ、ビデオ映像採用に反発する報道機関に苦言を、呈した。本事件で生存した十三名について、 和歌山県立医科大学皮膚科が行った調査がある。例えば、事件後2週間に被害者の多くに共通して見られた兆候は次の通りであった。本事件の特徴として、動機がなく直接的な証拠が一切存在しないという点が挙げられる。そのため、例えば、実際には家族や知人が毒を入れた可能性や、被告人がその家族や知人をかばっている可能性、 誰かに落とし入れられた可能性などを否定できず、冤罪の疑惑がある事件として、有識者からも問題点を指摘されている。和歌山毒物カレー事件では、報道で毒入りカレーの文字が全面に出ていたため、カレーライスのイメージが悪化し、食品会社はカレーの CM を自粛し、料理番組でもカレーライスのレシピ紹介を取りやめた。またテレビアニメ、たこ焼きマントマント、 裏安鉄筋家族では、ストーリーにカレーライスが出る回は放送されなかった。そして、日本ではちょうど夏祭りが各地で開催される時期だった、ことから、事件後は、各地の夏祭りで、食事の提供が自粛されるなどの騒動に発展した。このほか前述の犠牲者である小学4年生の男子児童は、事件当時、和歌山市立有効小学校に通学していたが、 同小学校では事件発生から19年が経った2017年時点でも学校給食の献立でカレーライスが出されていない。和歌山毒物カレー事件の後飲食物に毒物を混入させるといった模倣犯が日本では多数現れた。中でもアジカナトリウムは混入が相次ぎ1999年には アジカナトリウムの管理を徹底させるべく、日本においてアジカナトリウムは毒物に指定され、毒物及び劇物取り締まり法による流通規制が行われるに至った。林昌美は本事件後に多数の訴訟を起こしたことで知られる。その中で、加齢毒物混入事件法定写真、イラスト訴訟では取材対象に無断で撮影した写真や、 無断で描画したイラストを報道したときに肖像権侵害となるのはどういった場合なのかについて日本の最高裁判所として初めて基準を示すに至った。この中で最高裁は撮影や描画された人物の社会的地位、活動内容を鑑みて撮影や描画を行った場所、目的、さらに撮影や描画をどのように言ったかそもそも撮影や 描画の必要性があったかを総合し、撮影や描画された側の人物が、社会生活上の我慢の限度を超えるかどうかで、判断すべきとし、林雅美の写真や一部のイラストについて、違法と判断した。なお、この訴訟以外にも、例えば2012年に再審請求中の林は、事件の裁判において、虚偽の証言をしたとして、100万円の損害賠償を求めて、 夫を提訴した。その他、週刊朝日の調べにより、マスメディア関係者や事件の発生地の地元住民、生命保険会社に勤務していた時の同僚など、計50人ほど相手に訴訟を起こしていることが判明。しかし、弁護士も立てていないため訴訟の遂行は難しいという。かつてメディアを相手に500件以上の訴訟を起こした、ロス疑惑の三浦和義は生前。 林を支援しており、林に対し、マスメディアを訴えることを勧め、手紙や面会で方法を伝授していた。これに対し林も、三浦の兄やん、民事で訴えちゃるって、ええことを教えてくれたと答えた。2017年3月、和歌山地裁は、請求を帰却したが、弁護団は即時広告するとともに、有罪を根拠付けた、基礎鑑定を行った東京理科大学教授の中井。 泉らを相手取り、6500万円の損害賠償を求める民事訴訟を提起した。刑事裁判の判決文死刑囚の最新請求に対する決定文民事裁判の判決文書籍。ありがとうございます。